上の階に住むドスドス歩き外人に勝利する。引っ越し初日から一日中ドスドス歩く外人に悩まされる。3ヶ月立ち収まらないので管理会社に連絡する。余計音が強くなる。天井にコツコツ傘で反撃する。全く変化なく1年が経つ。覚悟を決めて足音が少しでも鳴ったら狂ったように思い切り傘で天井を18くらい突く。ほぼ音が鳴らなくなって3日経過。こっちも狂うことが大事なんやね。何はねお3月、これは一致の勝ちやな。誇っていけ。そうかいや。壁ドンとかもそうやけど鉢合わせる可能性あんのによくやるよな。ほんと勇気あると思うわ。ワイもそうやったけど1年で感覚が狂ったんや。相手のことは見たことあるんか？ないけど注意しようと思ってドアの前まで行ったらとんでもなく、うるさい音楽鳴らしながら熱唱してて怖くなってできなかった。やべえやつやろな。ソースの隣の部屋の奴らと結託すんのもありやと思う。やべえ奴と直接絡むのやめた方がいいわ。騒音は人を狂わせる。騒音問題はニュースになりまくった方がええと思うわ。騒音問題で殺人事件とか起きるしな。騒音はガチで狂うから気をつけなあかんな。同じことしたらもう勘弁してくださいって泣いて言われて、こっちが引っ越したわ。なんか床なりって言ってもともと床が狂ってるせいで、どんな慎重に歩いてもギーって気のきしむ音がするらしい。その人が入居する前に、全部床張り替えたんだけど治らなかったんだって、もともとのレベルが狂ってるから。実はこれ上の階の人が普通の人で、立地がおかしいだけやろ。これ上の階誰も住んでなかったんだよね。ネットでうるさいんだよねって言うと、お前が気にしすぎみたいに言われるような悲しい。トムとジェリーにこんな話あったよな。トムが上で大声で歌って下のジェリーがイライラする話。大体そんな感じやろ。ロックンロールとか逆パターンもあるで。トムが野良仲間とパーティー開く騒音会好き。鉄筋コンクリートやけど下の階の話し声筒抜けやわ。しかも別にうるさい感じでもない普通の話し声や。マジで騒音問題ってバクチすぎる。企業の口コミサイトみたいにアパートやマンションの口コミサイト欲しいよな。住むまでわからんとかガチャがすぎる。マンションの音じゃダメなんか。あるにはあるんやけど口コミの数が少ないんよな。騒音のことやなくて他のことに言及してるとこも多いし。ワイも隣がうるさかった時 YouTube で下手くそのカラオケ大音量で流しながら出かけたり、夜勤行く時お経流したりしてたら静かになったわ。ああいうのって悪気があるんやなくて自分が加害者って気づかんのよな。教えてあげるのが大事や。2階以上に住んでる人には厚底のスリッパ義務化してほしいわ。だいぶ変わると思うぞ。ヨガマット敷いてるわ。ワイ1年中換気扇つけっぱなしにすることで騒音問題クリアしたわ。音には音をぶつけんだよ。斜め上の部屋がクソうるさいらしくて、隣の部屋のばあちゃんに顔合わせるたびに愚痴聞かされてるわ。多分ワイに言うてほしいんやろうけど、巻き込まれんようにすんのマジ大変や。どんなやつかわからんし直接文句とか嫌がらせはやめた方がええで、管理会社がなあなあで済ませてる可能性高いから、クレーマーかってくらいしつこく苦情入れた方がええ。真上がうるせえと思ったら原因は斜め上とか、2軒隣とか騒音は奥が深い。これ嫌だよ、ワイがうるさいって横の人に思われてたぜ。で、ワイその時間普段おらんし上やろ？って説明したわ。狂人の真似とて王子を走らば、すなわち狂人なりていき。隣が歌い出したらワイも歌う。隣が壁ドンしだしたらワイも壁ドンする。隣の部屋に女が引っ越してきて夜の12時必ず、加藤ミリアのさよならベイベーを5連続くらい熱唱され続けて、頭おかしくなりそうになったから朝エレベーターで鉢合わせた時に、加藤ミリア好きなんですか？って話しかけたらピタッと止まったわ。それ効果高いけどデメリットは必勝って思われることやな。最悪言いふらされる。女性やから怒鳴り込むのも嫌やし管理会社にいるのも、なんか嫌やなと思ったからキモいと思われてもええわって言ったったわ。まあ一番は女性やと思って我慢しとったのに、鉢合わせたらデブスで腹立ったからやけど。それならしゃあない。ワイも下の階に大声でエイペックス外事がいたから、管理会社に通報しまくったけど変わらなかったから、少しでも声が聞こえるたびにジャンプしまくってたら消えたわ。ふくらはぎ太そう。上の階の方がやっぱ強いな。恋の壁ドンやジャンプは暴行罪になる可能性あるし、相手から訴えられたら負けるかもしれんで。騒音に困った奴が泣き叫びながら、ごめんなさい、許してください。って、わめくようになったら騒音なくなったって言ってたな。住んでみないとわからない。この運要素マジでどうにかしろ。お試しで1ヶ月くらい住んでから決めさせてくれや。静かやしここに決めた。1年後、騒音マン引っ越してきたで。よろしくニキー。
今洗濯機回してるんやがアウトか。攻撃じゃないからギリ家によってはセーフ。高級マンションで防音対策しっかりされてて、なおかつ洗濯機も静音モードあるならセーフやけど、木造アパートでやってたら完全にアウトや。絶対に他住人から恨まれとるで。ワイも上階の住人からの騒音に悩ませられとるわ。そいつはもういい年した兄ちゃんやのに、ゲームで負けたからか知らんけど、深夜に思いっきり足踏みを何回もしだすから、マジでストレスやわ。注意してもあかんしどうにかできへんのか。恐怖感悩むくらいなら、マジで最上階角部屋鉄筋物件に引っ越した方がええぞ。AC の CM かよ。こういう騒音はヘッドホンつけたら解放されるのに、なんで誰もやらへんのやろうな。なんでも良いから愚痴りたいだけやろ。ヘッドホン疲れるからスピーカーで爆音で音楽かけてるわ。お互い大きな音出し合うのが一番平和や。耳痛いし寝るときはつけられへんやん。てか音楽聴き続けるのも疲れる。ホワイトノイズって機械3000円くらいあるやつ、めちゃくちゃええらしいと、騒音すれの人が何度もおすすめしてたわ。ほんまに世界変わるって。ホワイトノイズは使えちゃうぞ。ノイズの波長が光に変換する白いノイズのことや。つまり特徴のない雑音、滝とか雨とかそういうところの音。すまん、スピーカーみたいな発生器があるんや。いろんなメーカー出してて機能もいろいろやから、調べてみてや。専用のスピーカーなんてあるんかくさ。もともとは赤ちゃんのうねんね用みたいやけど、騒音に悩んでる人も多く使ってるみたい。衝撃音にはあんま効かんし、あと耳栓もおすすめ。これなしで眠れないくらい安心感与えてくれるし、世界変わるで。耳栓買ってつけて寝るとほんまに天国やで。結局これ、目覚ましが爆音になるが夜中に騒ぐ隣が悪いんやで。目覚ましが聞こえないんだよな。光目覚ましええよ、騒音とか抜きに。起きられるん？あれで。光は意外と起きれるで、不安なら普通の目覚ましも一応5分後くらいにセットとか、音も鳴るやつあるからそれ使うとか、日が入ってくるならカーテン開けるのもあり。朝のスマホアラームバイブが響くアパートはマジできつい。自宅で、見知らぬ奴に起こされた気分になる。子供が一番最強だよな。文句言ったらこっちが悪者になるし。ノイキャンイヤホンつけすぎて聴力下がって耳に炎症できたぞ。子供はなんか許せてしまう。元気でいいなって。かかと歩きの重低音はなかなか防げないよな。ニドラ定期。ご近所と対して話してないからイライラするんだよ。普段から仲良くしとけ。下手に関わるとろくなことにならん。ワイは逆やな。一回楽しくおしゃべりしてしまって、後で上の階の人って気づいた。おかげで注意しにくい。それでええんや、お互いそれでええんや。ワイは偶然会ったお隣さんと交渉してお互いの生活音と笑い声に、何も文句言わんことになったから、深夜でも気にせず洗濯機や掃除機使えるわ。ワイは隣うるさくても快眠できるから、隣の騒音のダメやし最高や。お前らもこういう余裕を持とうや。いや怖いんやが。隣人がうるさくて一回キチゲ爆発して、名前呼びながらドア叩きまくったことあるわ。お前が悪くなるやんけ、おとなしく警察呼べや。怖すぎてくさ、一生トラウマになるわ。ワイワイまだに上の階の世界に一つだけの花がいじと、隣のセルフラジオ黒人に悩まされとる。魔女やんけ、引っ越せよ。ご精に高でくさ。なんやそれ。上の階のやつが3、4時の間にいつも、世界に一つだけの花を熱唱すんねん。今日はまだしとらん。隣の黒人が早朝6時半から7時に、クソやかましい英語で独り言ずっと言っとる。壁薄いから耳栓も貫通する。9月に引っ越してきたばっかでフリーレントもあんねん。マジっちすぎる、それは辛い。フリーレントある物件って、つまりはそういうことなんだけど知らんかったんか。ワイは音声入力で何件やってたら勝手にやんだわ。さ、あらゆる意味で強者やんけ。いびきかすは睡眠時無呼吸症候群の可能性あるから、さっさと検査行け。いびきは本人気づいとらんことあるからな。大音量で歌うとかはともかく生活音気になるやつは、周りに文句言う前に病院行った方がいいよ。糖質一歩手前の可能性あるから。今までの経験上、ゴミ捨て場が汚い集合住宅は治安が悪くて、住民のマナーも悪いから騒音問題も起きやすい。これは結構当たりだと思う。よく聞く話やな。大学生からずっと一人暮らしやけど、家賃上がるごとに騒音減ってるわ。生活レベル上げるのが一番早いで。うちも上のやつどんどん系やったけど急にマシになったな。隣の部屋のやつが注意したんかな。騒音問題仲間がおるって分かってちょっと気が楽になったわ。最近も騒音関係でのニュースがあったよね。みんなも気をつけてね。引き続き、アパート関連のスレを紹介するよ。近隣から苦情が来たせいで、アパート追い出されそう。管理会社から騒音がうるさいと苦情があった。次同じようなことをしたらアウトだって。これから気を使って生活していくの大変だな。キスアン、夜中に叫ぶとかやめろよ。程度による、さあ詳細を話せ。
あれほど、ユートピアはするなと。神経質な近隣住人に当たったのか。いちいち対応してたらキリがないのに、なぜとぼけておかない？とぼければなんとかなったのかな。バカ真面目に対応しなきゃよかった。なしたん？月が綺麗な夜にベランダに出てオカリナ吹いてた。なんだか叙情的な気分になるのが好きでね。それはアウトだな。そりゃ壁ドンじゃすまねえよ。クソアロタ、リンクかお前。ひどい。完全に中二やないけ。下手くそなくせに吹くから。フルボッコアロタ。でも満月が綺麗な夜だけだよ。毎日じゃないよ。お前のセンチメンタルジャーニーに近隣住人を巻き込むんじゃねえよ。強制連行かよ。夜10時以降に増えたんか？ならアウト。重み0時くらい。バカだろ本当に。払いたいわ。近所には絶対住んでほしくないけど、お前面白いな。クソ迷惑。完全アウトやんけ。この寒い季節、窓を閉めているのに訴えられるなんて相当ひどいぞ。そわろた。これは面白い。怪奇、満月の夜にオカリナを吹く男。山奥に行け。そんなにダメだったか。みんなのアドバイス通り今度からは車で山奥に行って吹くようにする。いや、夜10時来たらやめたらええやろ。山なら迷惑にならんからな。いい心がけだぞ。妖怪伝説作ってこい。これは、俺でも苦情入れるわ。いろんな人里離れた場所に一致が現れては、オカリナ吹く光景想像してしまってもうダメ。叙情の塊。わろた。いやまあなんか気持ちはわかるよ。カラオケボックスじゃ意味ねえよな。オカリナは笑うわ。マンションオーナーが来たぜ。夜中に演奏はダメだが最近はすぐ苦情入れるやつも多すぎやな。共同住宅である以上ある程度静かにせなあかんのと同時に、ある程度のやかましさは我慢せなあかんのや。洗濯機がうるさい。洗濯すんの当たり前やろ。いびきがうるさい。寝るの当たり前やろ。そんな当たり前の生活音にまで苦情入れんな。そんなに嫌なら耳栓しろっちゅう話。これからはオカリナ吹くのを怒られたことを、月明かりの照らす場所で叙情的に吹くんだな。あっは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 払いたい。リッチさんのせいでコーヒーでむせました。後で親に苦情を言っておきますね。夜遅くにピアノ弾いたらいかんとかそういう常識の範囲よな。しかもオカリナだからな。うるさいし意味わからんし。ダメだ、さっさとすれ閉じればいいのに。ずっと眺めてニヤニヤしちゃう。車から降りれん。山の中に住みたい。無縁かよ。なんとも独特な趣味を持ったイッチだったね。今頃山でオカリナ吹いてるのかな。さて、次はこちらのスレを紹介するよ。アパート暮らしの30代フリーターだが、必殺技叫んでいたらクレーム飛んできた。そして壊れるのど、役者のオーディションまた無理そう。とにかく壁が薄い、防音のコツってあったりする？カラオケでやる。言うほど役者のオーディションで必殺技叫ぶことある？防音室売ってたような。設置型でもバカ高いで。戦隊もの？少年漫画系。河原でやれ。近所迷惑や。賃貸解約ですね、お疲れ様でした。叫ぶだけだからいかんのや、技も出せ。本気でやるなら布団と毛布かぶるんやで。全身使わないと声が出せない。朗読劇じゃないしね。ワイは風呂で履きのスペックのモノマネしとるで。毎日違う場所でランニングしながら叫べばバレないで。なんで夜に外でやらんの？カラオケボックスとか防音室のある場所で練習とかは？お金ないからな。カラオケって4時間200円からあるやろ。夢を追う前にアルバイトでいいから多少は金貯めろよ。フリーターって言ってるじゃん。でも金貯まってないやん。しばらくバイト漬けになれ。天然、金に余裕ができたらカラオケ行けるし練習ももっとはかどるやろ。お風呂場って響くやろ？あれ音が外に出てないんや。だから風呂場ならいくら叫んでも聞こえへんで、試してみて。お風呂場狭いけどできそうだしやってみる。配管から漏れるって噂あるけど、隣の姉ちゃんのシャワーの音聞こえないしいけるよな。ちなみにどんな必殺技なんや？5つの弾を自分の背中に浮かせてそこから、魔力が供給されて様々な効果を持つ斬撃を放つ。最近の舞台はプロジェクター使うのでいい感じに仕上がる。叫ぶ内容やろ。さすがに特定されるだろ。無名やねんから多少は売名行為しとけよ。防音マイクでも買ったらええんちゃうか。どこに住んで月収いくら？東京で9万、家賃は4万円。騒音とかクレーム出したらあかん代わりに、自分もめちゃうるさくしていいアパートとかあるよな。内緒の話をするとね、売れない役者だとなんだかんだ実家暮らしや仕送りで、なんとかなっとる30代もおるのよ。意味もなくフリーターなやつもいるからな、ギリセーフ。まだまだいけるぜ。ワイは風呂で、バーしてたら、親に見つかってめちゃ気まずくなったわ。素手で見る分には面白いけど、実際隣に住んでたら嫌だな。さて、最後はちょっと笑えるスレを紹介するよ。タヤの DVD なくした。どうしよう。ペオで借りてこい。天才かよ、DMM オンラインとかなら返却期限ないからはかどるな。するや。わかりにくくてすまんな。ツタヤなんだ。マジどうしよう。冷や汗すごい。意味がわからない。ツタヤ行く情弱だから仕方ないよね。弁償すればいいだけだろ。
調べたら、1万くらいしそうだからマジで辛いわ、涙出そう。自分が悪いんだけどな。違うぞ、その DVD を弁償するんじゃなくて、そのレンタル DVD で得られたはずの利益を弁償するんだぞ。え、やばい、あーもうほんとなんでなくしたんだろ。定価の2倍くらいだから楽勝。物によると、AV とか10万するのもある。買いになった段階で保険込みなんじゃなかったっけ。今どきツタヤなんかで借りるなよ、Amazon プライムで見れるだろ。ほんとそれ。Amazon プライム？それってツタヤよりいいのか？ Google 先生で検索。月間400円、年間3900円で、Amazon の宅配のお急ぎ便無料、プライムビデオ見放題、プライムミュージック聴き放題、プライムの電子書籍見放題。俺も一回 CD なくしたことあるわ、謝りに行って CD 代渡して、もし見つかったら返すってことになった、次の日見つかったけどね。払わなくて良くなることはないけど、心象によるところが大きいから、なるべく早めに言い訳せずに、素直に申告するんやで、たまに逃げるアホおるけど、ひどい目に遭ってるからな。ほっとけば？ほっとくのはちょっとなーって感じ。ただ、弁償どんくらいするんだろうっていう不安感がやばい。神田とかにレンタル用の DVD 売ってるぞ。処分品やから500円とかで買える。ツタヤではないけれども、図書館で本をなくしたことがあったな。その時は、原本を買って返したな。レンタルは専用のコピーガードかけてるから高いんだよね。たかだか数万だけど余計な請求されそうだなこいつの場合。そこまでビビらなくても、とは思うけれども、せいぜい1万。ありがとう。なんか、はっきりこれくらいっていう値段はわからないよな。メーカーとの交渉で価格が決まるんだろうね。郵送レンタルのツタヤディスカスの場合、DVD で4200円だってさ。どのくらい借りてんの？ 3 本借りて、1本ないって感じ。旧作だけど高いかな。旧作なら大丈夫じゃない？電話で聞いてみるのが一番いいかもね。通貨なんで1枚だけなくせるんだよ。ツタヤって保険入ってるから、いらなくなかったっけ？それは破損の場合、紛失はダメ。あと上の方ですでに出てるけど1万なんかじゃ収まらない。そうなんや、紛失も保険でどうにかなるって思ってたわ。前3巻の2巻だけなくしたとかだったり。前6巻のうち後半の3巻借りて最終巻だけなくした。まだ見てない。3万か。へ？1本で3万か。最低、旧作やと補充も難しいやろ。古いと1セットしかなかったりするし。2015年のアニメだから、補充が楽だといいな。本当に店員さんごめんなさい。Amazon プライムだと最新アニメも見放題なんだよな。何借りたの？サイコパスの2期、最終巻が見れてないから、本当に気になってる。なくさなきゃよかったな。プライムにはなかったわ。バイトしてた人から昔聞いたような気がする。思ったより高くないような。セル用やと1万くらいと損害金くらいやろな。レンタル用はバカ高いが。ところで紛失も破損もよほど人気の作品の以外の場合は、補充されないケースが多い。だからそこといくつかついて料金を引き下げるテクニックもあるけど、交渉がうまくなければやらない方がいい。元ツタヤ店員の書き込み見ると、5枚で1000円すべて紛失で、買い取り金額6万2000円の場合もあるし、1万3000円の場合もあるみたいだぞ。値段変わりすぎ、笑えない。新作や旧作どうのこうのより、リース残納無で金額の差があるみたい。リース残なしでありますように祈っとくんよ。あとすぐ見つかって持っていった場合は、返金してくれたケースもある模様。ありがとう、怖いけど頑張ってくる。昔バイクから落として5枚ほど粉々にしたけど、破片持っていって謝ったら許してもらえたな。マジか。放置すると延滞金が無限に増えていくから、買い取りにするしかない。そうだな。明日くらいに謝りに行って払ってくるよ。頑張れ。お前の借りた DVD ならうちにあったぞ。独占、75歳、初ドリツヤババア、AV デビュー、ってやつだろ。それは俺のだ返せ。昔一本で10万円以上請求って話をネットで読んだことあるよ。今もそういう話があるかわからないけど。終わったな。てかなんでなくしたよ、ケースごと。学校か会社に置き忘れただけでね。いや、多分ずっと家に置いてたし、狭い部屋だから、ゴミと一緒に捨てたんだと思う。全然気づかなかったし、捨てたかどうかもはっきりしてないんだ。延滞取られるの？一度くらいなら返却ボックス入れたでか、電車に忘れて出てこんででいける。2014年12月販売だから、リース期間終わってる可能性高そう、安く上がると良いな。それよりさ、サイコパスを Amazon で探したら、広告がアニメだらけになったわけだが、なんとかしろや。終わってるといいな。すまんな。せっかくだから、サイコパス見てないならぜひ見てくれ。本当に面白いぞ、洗脳。で、いくら取られるの？見つかったか？確か保険で払えるはず、持ち出し500円くらいで済まなかったっけ？どうなったんだろ？どうなったか聞かせてほしいな。大丈夫大丈夫、俺も2回電車に置き忘れたことあったけど、別に怒られたりしないしちょっとお金払って終わり。どのくらいかかったん？数時間後、イッチがすれに戻ってきたよ。
ちょっと覗いたら顛末を気にしていただいた方がいたので、報告させていただきます。実は自分の勘違いで、4、5、6巻を借りたと思い6巻を探していたんですが、実際は5巻が最終巻であり、自分は存在しない6巻をずっと探していました。なのでなくしてさえもいず、自分の間抜けさが原因でした。次回からは気をつけます。心配していただいた皆さん、ありがとうございました。わろた。そりゃ見つからんわ。ホッカー勘違いで済んでよかったにょ。やっと追いついたのにこのうち。なるほど、そういうオチか、よかったね。おっちょこちょいな一致だったね。なくしてなくてよかった。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。